これを見ててね。はい。うん。例えば、音が変わってもそのリズムがなんかこう見えてくる、聞き取れてくるっていうのがすごく大事なんだよね。うん、で、音まで判断するっていうのはこれ突然聞いてやるっていうのは今できないからいいんだけれども、そういうことにどんどん慣れていってもらいたいんだよね。はい、例えば今度もうちょっと早い。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、じゃあ、とりあえず1週間のところで音を出すことはやらないようにしてもらって、ただ、ストローでこう息を、ね、吐いたりとかっていう、そのなんか物を加えといて息をこう吐くみたいな、習慣があったらいいかなと思うので、もしマウスピースとネックでやるんであればふーって音出さないように気をつけてください。はい、で、16分音符のフレーズの今日は取り方をやったんですけれども、超音するときに、気をつけようって言ったことがいくつかあったと思うんだよね。で、同じ音符の、リズムにはなそのリズムにはなってるんだけれども、音符の種類をできるだけ少なくして、表記できる方法があるっていうのがいくつかあったと思うんだよね。16分音符3つをまとめて書くんだったら8分音符に点をつけるとか、そういう形を覚えていかなきゃいけないところが何箇所かあったと思うので、それを確認してみてください。はい、はい、で、あとは、リズムの捉え方、16分休符と8分休符のその違いの感じ、を、まあ、自分でこう数メトロノームをこうつけながら自分で歌ってみるというね、この中で8分だったら、うったうった、ね、それが、例えば16分がの休符でいけば、この文字でいけば、うったった、ね、2個入るその感覚とかを今日やったのを、ちょっともう一度テンポ60でいいから、今日取ったやつを歌ってみるといいと思います。はい。はい、で、あとは曲の方は、まあ、指だけでも練習して。